はい、皆さんこんこにちはレクセン講師の黒田です、えー、今回はですね、えー「試験に出るノート V」というのがありまして、えー、こちらをですねご紹介したいという、えー、まあ、そういう趣旨でですね、えー、あの皆さんにあの時間をね取っていただきましたはい、えー、まあ、試験に出るノートっていうのがありましてもう今年で5年目なんですけれどもあの毎年ですねあの多く的中させております、えー、ですからね今年も皆さんにですねあの役に立てるようにということでですね、えー、試験に出るノート えー、v ということで、えー、まあ5回目ということでね、えー、まあそれをあのご紹介したいと思います。はい。えー、そこでですね、まずこちらをご覧ください。はい。えー、試験に出るノート V ということで、えー、10月13日にですね、生講義がございます。水道橋本校でですね、行います。ね。はい。で、まあ今までね、時間が取れずに、えー、なかなかね、あの進まなかった方、もしであのー。 まあ思ったほどね点数が取れなかった方またはね、えー、総合問題などであのまあ、なんですかねちょっと苦労されてる方ですねまあそういう方は是非ね、えー、この講座をご利用いただければと思います。ですねはい、えー、こちらですねあの教材もですね頑張ってあの改正点などを踏まえて作ってございます。ですからあのお役に立てるとね、えー、まあ、考えておりますので。 ぜひご活用いただき、合格を確実なものとしていただきたいと思います。そしてですね、ウェブでも、えー、今年はですね、行います、えー。こちらですね、9月28日からですね、あのウェブ視聴ができるようになっております。ですから、えー、動画でもね、えー、ご覧いただけますので、えー、どちらかね、ご都合のよろしい方を、えー、お使いください。ですね。ま全、あ、3回、まあ、権利関係、それから法令上の制限ですね、そして宅建業法ですね。 この3回ということですまあ、順番でいきますとねあの権利関係そして宅建業法そして法令上の制限という順番で講義を進めてまいりますで、法令上の制限につきましては免除科目はですね申し訳ございませんけれども講義には入っておりませんのでその点はご了承ください それ以外は、ですね、試験に出るところを余すところなくですね、あのー、入れております重要事項をです、ね、踏まえておりますので、えー、ご安心してお受けいただけると思います。で、全、まあ、3回で6時間の講義ということですね、まあ、水道橋本校では休憩時間がありますので、まあ、13時から20時ということでですねなっておりますけど、まあ、6時間講義をします。で、その間ですね、まあ、休憩時間がありますのでそれで拘束時間はですね 13時から20時と長くなっておりますけれどもあの1日ねちょっと拘束してしまいますけれども是非この時間を活用していただきましてですねあの、まあ、試験の、ね、合格を確実にしていただきたいとこのように考えております。はい、でオリジナルレジュメとありましてこちらですねあの後で紹介いたします。まままず料金のととここころですすすねねちちららにありますけれどもこちら、ね、ご覧いただきますと えー、自分が映っていると、えー、見えないのでこちらときますはい、えー、こちらですねまず、えー、通学プラスウェブフォローですね、えー、ウェブでご覧いただく場合にはこちらの金額ですね、はい、それから通学プラス DVD の場合ですねとなっています DVD の方がね、あのー、少しね高くなっておりますね、えー、ということで、あのーまあ、こちらね DVD、まあ、ですと手元に残りますけどね まあということで、えー、少しね料金がねわずかですけど高くなっております。えー、ということで、通学プラスウェブ、もしくはあのウェブのみですね。ということで、あのどちらかねご都合のよろしい方をご利用ください。はいまあ、通学されますとね、あの実はですね、えーまああの 私が毎年ご用意しているんですけれども、合格鉛筆という金キ,キラ金の鉛筆があるんですね。まあ、そちらをですね、あの通学された方にはあのまあ、特典としまして、えー、当日、えー、皆さんにお配りしたいと思います。はい、えー。それでは早速ね、内容についてお話をしていきたいと思います。ではですね、えー、まずこちらご覧ください。ね、えー、まずこのデルノート V というやつですね。はい。えー、こちらがあのテキストになります。 これが権利関係でですよろしいでしいょうか、はいえー、権利関係のテキストですね。はい、で、託検業法ですね。まあ、ほとんど表紙は一緒ですからね。はい、で、まあ、法令上の制限ということになります。ですね。で、そこで、まあ、どのくらいね、的中しているかということで、まあ、全部紹介するのは、時間的に難しいので、えー、まずね、昨年の試験問題の中から、抜粋しましてね、お話をしたいと思います。 えまずですね、権利関係でいきましょうか。えー、昨年のね、えー、問題の10月試験の方ですね、先に10月試験のところで、えー、問いの10ですね、こちら、権利関係の問題です。問いの10なんですけど、えー、時効のお話です,です、ね。で、この時効のお話ですけれども、えー、こちらですね、例えば、正解の選択肢と、 それからねその他大事なところも載っておりますけれどもこちらですねまずは1番ですねこの問題があります。 まず時効についての問題で B が高土地を所有の意思を持って平穏かつ公然に17年間占有した後 C が B を相続し高土地を所有の意思を持って平穏かつ公然に3年間占有した場合 C は公土地の所有権を時効取得することとができるとありますね、はい、この場合はどうかと言いますと相続ですからこれは通算することができますので1番は丸なんです。いいですね はい、そして2番ですね D が所有者と称する E から E が無権利者であることについて善意無過失でで土地を買いい受けました、えー、ととうことですねで所有の意思を持って平穏かつ公然に3年間占有した後こ土地が A の所有であることに気づいた場合そのままさらに7年間公土地の占有を継続したとしても D は 高土地の所有権を時効しておくことはできないとありますけれどもこれは実は誤りなんですこれは×なんですねこれが正解なんですはい。でこれはですねデルノートのところで見ていただきますとデルノートに載っておりますですね。時効のところですけれども えこちらにねプラスアルファって書いてありまして取得事項のところですね所有の意思を持って平穏かつ公然に占有を継続するで、占有開始時に善意無過失の場合は10年間ということですねということは占有開始時に善意無過失であれば後で悪意になったとしても、えー、最初が善意無過失ですからこれは10年間で時効が完成するんですですね。まあ、ということで、えー、この知識で えー、この二番ね誤りにすることができました、えー、このようにねなっています、まあ、本当に一部なんですけどね、はい、でその他十二番の、えー、問題ですねこちら借地釈迦法の問題です、えー、借地釈迦法の問題ですけれども、えー、こちらですね三、えーまあ、番が誤りで、えー、これが正解なんです,いいです、ね、こちらあの事業あごめんなさい失礼しました、えー 定期建物賃貸借のところですけれども、ねえー、こちらはあのまず A はね転勤療養とか書いてありましてで、まあ、その自由があった時には解約を申し出て一見良さそうですけれどもこれは「×」なんですこの3番「×」なんですね。えー、これはあのデルノートでやっぱり載っておりましてねデルノートのところでいくと「えー、定期建物賃貸借」のところで「 えまあ問題のあと、えー、この40の、ね、ところがあるんですけど、えー、この40のところですねここに書いてあります解約のところですね、はいえー、これはあの200平米未満の、ね、居住用建物と書いてありましてやむをえない事情によって事故の生活の本拠として使用することが困難であるときには、えー、ここです賃借人から解約の申し出ができる。で1ヶ月でで終了ですでよく見るとこれは A はってて書いいいありますいいですでねこれは A と B の間で A 所有のねこう建物の、えー、を B に対してと書いてありますね。ということは A 所有ですからこれは大家さんの方です。いいですねということで大家さんの方からは解約の申し出はできません。あくまでも B ですよね。ということでここね、えー、これが間違いということになります。いいですねはい、えー、このようにね。 民法ではね、まあ、権利関係の分野では、このような感じでも当たっております。まあ、その他ですね、法令上の制限のところですね、参考にしたいと思いますけれども、例えば、法令上の制限のところでいきますと、都市計画法のところでいきましょうか。例えばですね、はい、えー、っと、問いの16っていうのがあります。後でね、問題確認していただければいいですけれども、問いの16があります。でここで 誤っていいるものはどれかとうことですねね、はい、よろししいでしょうか、ねはい、でそうしますとこのね、えー、市街化調整区域の開発許可を受けた開発区域以外のところですねそこで都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、えー、都道府県知事の許可を受けなければ建築物の新築ができないとありますこれは誤りです。 誤りりりでここれが正解にになまます。す。こちらもデルノートに載っておりますです、ねえー、昨年の「デルノート」にも載っておりましたけれども、えー、こちらですね、えー、大事なところはですねこれは「デルノート」のところで見ていただきますと、えー、これはですねここの「デルノート」の12番のところなんですけどこちらに説明があります。ですね。 市街化調整区域の,開,あの開発許可を受けた開発区域以外の区域ですねはい、えー。そこで、えー、ここに説明がありますけど市街化調整区域というのは市街化を抑制すべき区域なので建築そのものを規制するとありますですから原則は知事の許可が必要なんですねただしこの上に書いてありますように、えー、開発許可が不要な場合と同様ですですから、えー 都市計画事業の施行として行う場合ですね。はいえー、このの場合にははでですね知事の許可は不要であると,あります、はい、ということでね、デルノートに書いてあるこの知識でもう正解がすぐ選べたということですね、はい。で、法令上の制限のところでいきますと、えー、せっかくですから問いの17ですね、えー、こちら正解を選べということですけれども、えー、1番ですね、これが正しいので、これが正解です。はいで 回数が2で延べ面積が200平米の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合ですね、えー、この時建築主は、えー、建築工事にね、えー、着手する前に建築確認証ですね確認済み証の交付を受けなければならないということは建築確認を受けなければいけないんだということですねはい。えー、ということでこの建築確認のところですけれどもこちらもですね、えー、実はデルノートに載っておりました ですね、デルノートのところでいきますと、こちらですね、はいえー、まずね、こちら、語呂がありましてね、特売200円、特殊建築物は200平米超、えー、まあ共同住宅ですから、特殊建築物で200平米を超えている、これは超えてないんですけど、そのほかですね、えー、こちら、木造以外の建築物ですね、鉄骨って書いてありますね。 えということで鉄骨像と書いてありますから木造以外です。はいえー、ということで木造以外のえ建築物の場合には2階以上ですねまたは延べ面積が200平米を超えるとあります。ですから2階ですね、はいえー、そうしますと2階と書いてありますね階数2と書いてありますからこの場合は建築確認が必要なんです。ですから 建築確認を申請し、確認済み証の交付を受けなければ工事に取り掛かることはできませんよということなんですね。はい。まあ、このようになっておりますいいですね。それからさらに建築基準法の18番なんかがありますね。はい。建築基準法の18番の3番これが正解なんですね。 はい、これもデルノートを見れれば一発で正解が分かります。えー、これも、えー、昨年にも載っておきましたけれどもデルノートですね、えー、ここの、えー、ところですはい、17番の問題にあったんですねはい、容積率のところで、えー、老人ホームの共用の、えー、廊下階段は延べ面積に参入しないというところですねはい、えー、こちらを見ていただきますと、えー、そのまま書いてありますね 老人ホームの共用の廊下階段は延べ面積のね床面積には参入しないということですね。はい、えー、このようになっています。はい、えー、こんな風にね。なっております。よろしいでしょうかね。 その他12月試験のところにもねありまして12月試験のところでいきますと例えば、ですねぱっ、まあ、と開いたところ結構当たってますので、まあ、どこでもいいんですけど問いのの24固定産税というのがありますでこの固定産税もですね、まあ、法令上の制限のところ税なんですけどこちらもですね実はね2番あ失礼しましまた3番ですねこれが正解なんですね。はい これが正解で3番が正しいです。固定資産税の納期は4月、7月、12月および2月中において市町村の条例で定めるとでまあ、事情があればこれと異なる時期を定めることができるということですね。はい、ということでこちらもですね。固定資産税の納付書ですね。のところがありまして。こちらもえ4月、7月、12月中というね。あ、ちょっと写ってないですね。すいません。ですね。ということで。 このように載っております。ですね。はいまあ、ということでね。このように。いろですね。あのまあ、正解ね。あの的中させております。まあ、12月券のところも他にもありますけれども、まあ、お時間の関係でね。あまりしつこくお話しすることはできません。けれども。 えー、このようにね、あのいくつかね、もうデルノートを見ればそのまま書いてあるというね、えー、ことですので、まあ、こういうね的中率が高いですので、ぜひね皆さんもこれを活用していただいて、えー、合格を周に収めていただきたいとこのように考えております。はい。えー、それではですね、まあ、以上であの私のねあのまあ、講座の、えー、紹介というのはね終了させていただきます、えー。ご視聴ありがとうございました。はい、ではどうしていたします。